令和元年10月14日、兵庫県加古川陸上競技場にて、2019X リーグディビジョン3ウエスト、広島ホークス対リードエフォートエールズの一戦が、ただいまから行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。加古川陸上競技場にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ 2019X3 西日本地区 A ブロック広島ホークス対リードエフォートエールズの試合を行います。手前側カラーブルーのユニフォームが広島ホークス、奥側ホワイトのユニフォームがリードエフォートエールズです。リードエフォートエールズは今季より参戦する新規参入チームです。ただいまフィールド上では両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によります試合前のセレモニーコイントスが行われております。前半広島ホークスレシーブ、エールズキックオフ、広島リターンで試合が始まります。ブルーのユニフォーム広島ホークスのレシーブ、ホワイトのユニフォームリードエフォートエールズのキックオフで試合が開始されます。なお本日の掲示は1クォーター10分の正式掲示で行われます。メインスタンド側ブルーのユニフォームは広島ホークス、対します最高ファースター、クォーターバック18番スクランブル、しかしエンドゾーンに届かず、タッチダウン。ランニバック26番ピッチを受け右オープンへのスイープのランプレー、そのまま相手タックルを振りほどき独走体制、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。エールズ6点獲得です。広島ファーストダウン、QB サーク、パス不成功、失礼、インターセプトです。パス成功、タッチダウン。クォーターバック18番左サイドライン際のロングパス、ターゲットは2番、このパスを2番がキャッチし、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。ホワイトレシーバー2番木村真文選手のロングパスは成功、エールズ6点獲得です。ロングゲイファースター、タッチダウン。クォーターバック18番エンドゾーンに向けてのパス、このパスをワイドレシーバー17番がエンドゾーンでキャッチし、タッチダウン。クォーターバック18番小田恭介選手からリードエフォートエールズ6点獲得です。バイスキャプテン、広島リターン、ここでボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのはエールズ、したがってエールズの攻撃となります。パス成功、ファースター、タッチダウン。
ランニングバックはピッチプレーから右オープンへのラン、相手タックルを弾き飛ばしセカンドへフォートでそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。片岡優馬選手、エールズ6点獲得です。QB サーク、スナップミス、キック失敗。広島ファーストダウン。広島ファーストダウン。キックレングス25ヤード。このキック失敗、無得点。フィールドゴールは失敗。パス成功、ファーストダウン。成功、ファーストダウン。タッチダウン。クォーターバック18番、右サイドラインへパス、ターゲット2番、この2番パスをエンドゾーンでキャッチし、タッチダウン成功。木村守選手のタッチダウンパスが成功。エールズ6点獲得。広島ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。広島ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。QB スニーク、クォーターバック自ら中央突破。ここでチェーンを使って実測します。わずかに届いておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。ここで試合時間がなくなりました。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了。NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2019。試合終了となりまして、クラブ、広島ホークス0点、リードイフォートエルズ31点でリードイフォートエルズの勝利となりました。リードイフォートエルズの試合はご覧のように。広島ホークス0点、リーデイフォートエルズ31点、リーデイフォートエルズが勝利いたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました本日勝利いたしましたリードインフォートエールズは来る11月9日土曜日。